福岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはデザインイヤリング4点です。ピンクの小花が耳たぶにちょこんと可愛いデザインです。こちらは下にキラキラと雫のビーズが揺れます。そして金具の部分ですが、4点ともオメガタイプのイヤリング、こちらノンホールピアスとも呼ばれています。耳たぶにちょこっと挟む形状です。黄色い小花がちょっぴりトロピカルな感じです。こちらキラキラするカットガラスの雫が揺れるデザイン。紫の小さな小花、こちらは葉っぱが一緒に揺れます。お花と葉っぱは同じ素材です。涼しげな色合わせが印象的です。こちらは天然石の水晶も使ってあります。水晶はボタンカット、耳たぶもキラッとします。そして水晶わかりますか？水晶もカットが入ってるのでキラキラします。コットンパールと、そしてクロスのターコイズ。ご紹介の作品はお店のホームページなどで販売をしています。ただしハンドメイドのため売り切れの場合はごめんなさい。入荷した作品をどんどん楽しくご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お店のホームページはこごめちゃんに紹介をお願いします。こごめちゃんです。 You can now order from Min overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop.